いよねこれ。ライダンご飯着いたよ。かかるよ東京ラーメン。孫行きましょう。あんま降りちゃうな。じゃん、たかりゅう東京ラーメン。なんかいい雰囲気やね。よっしゃ行ってみましょう。言われたら本当そのなんか急に元気、まだ声も出ないけど元気になってきてマジで。社長さんおすすめの、うん、この塩つけ麺と、はい、卵塩ラーメンにしました。しばらく待ちましょう。ということで初めての台湾、なんかめっちゃくちゃ楽しいラーメン。ちょっとなんかもうさっきよりめっちゃ元気になってる。本当に声も大丈夫かね。この鶏肉、うん、これは何でしょう。なんかいろいろ乗ってる、ね、結構、うん、ずっといっぱいやから本当に人気があるよね。なんか店内待ちもね、すごい店内待ちも多いし、ひっきりなしでお客さんが入ってきますね。本当うまそう。つけ麺とね、なんかチャーシューが上がってつけだれ、つけだれっていうの、うん、おネギが入ってる。なんかこれ雰囲気が見てますそうで、すっごい強いじゃん。人間が重い。ドロップしてるね。麺は、うん、相当太いです。本当だ。ちょっと全粒粉っぽいね。いただきます。あ、すごい。刻んだ玉ねぎとか、いろんなものが乗っけてある。めちゃめちゃ分厚くてジューシーで、ほんとだ、相当歯ごたえありそう。おチャーシューは、うん、ほぼチャーシューはもうステーキっぽいです。あ、そうだね、これ彩りがいいです。メンマさ、うん、すっごい太い。ほら、本当だ。豚のステーキ、すごい炙られてるね、相当に。
これは一口いけない。すごい大きいな。この右側がアゲーシャレットで、左側がニンニクです。で、この中にスープを。これぐらいですね。これぐらい。この割りスープを少しだけ入れます。で、この中に好みでこれを入れていくっていう感じですね。よっしゃ、食べていきましょう。うまっ、うまっ、うん、やばい、うまっ、うん、タケノコの煮付けですね。食べてきました。食べました。食べました。いや、濃厚やったわ。濃厚だったね。あのお店って8年前からやられてるそうで、うん、8年前はもっと濃厚だったっていうね、うん、話をね
されてましたね、びっくりしましたけども、うまかったね、うまかった。自分はつけ麺を頼んだんですけども、もうあのつけ麺のね、麺のもちもち感、あれがね本当にね美味しかったね。うまい、うまい、なんていうのかな、あの硬さっていうよりはどっちかというと柔らかさがあるのに、弾力がすごい、本当本当、弾力さが勝った麺ですよね、めっちゃうまかったですね。うまかったです。そう、それとね、中に入ってる野菜が独特の歯ごたえというかね、柔らかさっていうよりはもう本当シャキシャキの、そうそうそう、口の中に入れるとなんていうのか、噛み応えっていうかね、うまかったですね。あれ本当うまかった。あとメンマもかなりゴリゴリのメンマ、太いメンマでこう出したいということで、ね、こだわったということだったね。結構ね、今日はね、社長さんとね、お話できて、こだわりをもう本当に聞かせていただいたんですけども、あのチャーシューもね、あれ自分のつけ麺の場合、あれステーキですよ、ほぼ、でかいでかい、本当に大判のね、あれ一口で食べるのはなかなか難しい、きついね。あやちゃんは鶏のね、はい、なんかちょっとこうバンバンジーというよりはかなり分厚かったので、あのなんていうのかな、お肉の旨味と、それからこうシャキシャキの玉ねぎの、美味しそうでしたね。はい、ということでマコ、ここからマコのラーメンでね、そう、自分は濃厚、まあ、確かに本当に濃厚でこうおっしゃってましたけど、最初はこう出してこちらの土地の人が対応できなくて若干薄めたという、でもやっぱ濃厚でしたね。なんだけどこれね、あの麺と食べることによってなんかね、スープだけだと濃厚なんだけど、麺と食べるとそれがちょうどよくなるっていうか、あれが不思議でつるっと入ってくる気がしました。あとメモシートも言ってた、あの野菜はスイレンっていう名前の野菜で、あれがね本当シャキシャキで美味しい。日本にないのが残念だったんですけど、あれ本当にね来た時は絶対食べてほしい野菜でした。はい、ということで大変美味しいいっぱいでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。